はい、こんにちは、ケイでーす。今日もですね、ペルクルでーす。今日はバラ店13話ですね。早速行ってみたいと思います。はい、はい、今日は、はい、もうまたまた木原沢先生にお願いしたいと思います。早速行ってみましょう。はい、さあ、いきなり戦闘、あ、なるほどね。いきなり戦闘が始まるんですね。もうバンバン行きますよ。もうじゃんじゃん行きましょう。最後まで通り過ぎですね。早くね、バンバン行きますよ。バンバン、はい、はいと、はい、はいと、はい、さあさあ、サクサク行きましょう。サクサクね、はい、サクサク行きますよ。サクサクと、はい、2面も多いな。なんか敵が多いな。一発で全員倒してくれたんで、なかなかそうも行かないときはいかないですからね。行くときは行くんですけどね。よし、いいね。一発一発でトントントーンって行けばいいですね。トントントーンとね。はいはい。じゃあ次はカムちゃんがいますね。カムちゃんがね、カムちゃんがちょっと厄介なんだよね。よっしゃ、一発できた。さあ、また6人か、これ。あー、一発いけないよ、これは。スムージーに行きたいですね、いけるときはね。サクサクと行きたいね。えい、スイート。めっちゃ食らうな。すげえ食らったもん。はい、さあ、ボスは誰かな。ボスは別に普通のやつ。あー、なるほどね。でっけえやつみたいと普通のやつみたいね。はい、なるほどね。普通のやつだったね。あー、バンバンいっちゃいましょうね。やべ、ミスった。やべ、この音楽家結構、あ、音楽家結構強いな。あ、いけた。やりました。いけましたよ。はい、ギアサーセンジャーだーす。いけましたね。はい、はい、はいと、お、やった。またフレンドさんが増えたよ。フレンド増えると、やりました。ギアサー先生、ありがとうございます。はい、あ、なんだ、ストーリーなしか。なるほどね、普通で終わっちゃいました。はいはい、ということでですね、次回10話に行きたいと思います。本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。次回もお楽しみいただければと思います。それでは失礼いたします。